日本のテレビをでも報道あまりされないことって多いですよね。南シナ海で B3C 哨戒機が無断で飛行し、中国が猛反発も日本は無視。それでは、もう少し詳しく見ていきましょう。中国は他国がやると猛反応してくるんだよね。日本の尖閣諸島周辺海域への自国公船の侵入行為をエスカレートさせている中国は、2021年2月に今度は日本政府に対し、自国領だと主張する南シナ海上空への無断飛行を非難する動きを見せている。中国は、南シナ海のおよそ 80% に相当する海域を一方的に自国領だと宣言して、周辺国とのいさかいが絶えないが、今回の件では、その中のミスチーフ省上空を海上自衛隊の航空機が無断で飛行したと指摘だ。当該の海上自衛隊の航空機とは、主として、対潜哨戒任務に従事している。B3C 哨戒機のことを指しているのだが、実は、こうした指摘は3年前の、2018年にも、中国側から日本側に対して行われている。その時も、日本政府としては、中国の同海域の領有、つまり主権の存在を、認めていないことから、何のリアクションも起こしていなかったが、期せずして、二度目の非難を浴びる形となったようだ。日本の現、岸防衛省は、2月26日の記者会見において、海上自衛隊の B3C 哨戒機の飛行行動は、国際法に照らした上で、適法だと改めて宣言し、同海域の中国の領有を認めない立場を貫いた。南シナ海に対しては、定期的にアメリカ海軍が所属艦艇を派遣する。航行の自由作戦が行われていることで知られているが、この2021年には、フランスの攻撃型原子力潜水艦も航行を明言するなどしている。イギリスもまた、同じく、今年2021年には、最新鋭の航空母艦であり、自国空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の両方の飛行隊を、艦載するクイーン・エリザベスの極東派遣を決定している。こうしたアメリカやヨーロッパ主要国の動きは、西側諸国が団結し、中国の南シナ海をはじめとする周辺海域への進出を牽制するものと捉えられてはいるが、友好か否かは未だ何とも言い難い。というのも、中国は南シナ海への進出を一気に加速させており、ことに同海域の南沙諸島においては7カ所もの人工島をすでに完成させており、その人工島内の整備を日一日と強化し続けているからだ。今回争点となっているミスチーフ省を含め、中国が南沙諸島にこうした人工島の建設を行っていると認識され始めたのは2014年頃のことであり、わずか2年ほどで7カ所もの工事を行っている。その多数がミスチーフ省同様の干渉だが、満潮時には海面に没してしまう暗礁だったにもかかわらず、これらを強引に埋め立ててあっという間に人工島を完成させて、
実効支配を確立させたてしまった。特に今回のミスチーフ賞、そしてファイアリークロス賞、スービ賞には、大型の旅客機すらも、離着陸が可能な規模の一大滑走路が整備されており、戦闘機から爆撃機まで、いかなる航空機をも運用が可能だ。こうした滑走路だけに止まらず、中国は7カ所の人工島に、様々な施設の建築を、推進しており、軍事的なものだけでなくいわば、民間の施設まで多様な、建造物が確認される事態にまで進展している。人工島の中には、無論、軍用艦艇を含む港湾部の整備も進められており、航空戦力のみならず、海洋上における軍事力の拠点としても脅威になることが、もはや疑う余地のないほどに明確になりつつある。中国側が、狡猾な考えを持って、これらの人工整備を進めている事実は、前述の建築物の種類からも明白であり、あえて、軍事関連のものに限定せず、建物を設けることで、敵からの攻撃を避ける狙いが伺える。こうした軍事的な施設とは言えないものの、代表としては、気象観測を行う。施設が挙げられ、もともとの干渉だった頃には満潮時以外は、水没してしまうため居住することはできなかった場所に、民間人を送り込んだ形だ。これには、気象観測所以外にも、大規模な灯台の建設も行われており、それらの施設で業務に従事する民間人を配置することで、巧みに敵の攻撃を受けにくくする効果を狙っているようだ。アメリカ軍は、近年のイラク戦争等、中東での戦闘においても、軍事施設のみを攻撃対象に絞ったピンポイント攻撃を、国際的な世論の非難をかわす上でも、前面に出す傾向が顕著なので、ある意味理にかなったものと言える。アメリカ軍といえ、とその精密誘導兵器をもってしても、もともとの面積が、狭小な人工島においては、たとえ意図した目標に命中させられても、他の非軍事施設への被害の波及を考慮して攻撃を控える可能性が高まる。仮にそれを押して攻撃が強行されたとするならば、その事実を民間の施設を巻き込む非道な攻撃だと国際社会に向けて中国が反論できる立場を得ることも計算に入っているのだろう。こうした可能性まで考慮すると、中国とアメリカとが実際に軍事衝突するのであれば、南シナ海が最有力と思われる中で、残念ながら、戦略的には中国の方が優位に立っているのが実情かもしれない。韓国に不法占拠されている日本の竹島をはじめ、中国の場合は、人工島ではあるが、こうした島嶼部における動きは、先に実効支配を確立した側に部があることは、もはや明白となっている。